どうもセイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、誰からも愛される人ほどこの些細な部分を大事にするというテーマで解説していこうと思います。この話はすごく大切で、やっぱり人って周りの人から愛されたいし、嫌われるよりも慕われていたいって思うのが普通ですよね。 これまでにもそのために必要な要素であったりとか意識っていうものを僕のチャンネルではたくさん話してきたんですけど今回の内容はそういった意識の根本部分に持っておきたい絶対に忘れてはいけない思考について話していこうと思っています人はどうしても何かを得ようとすると何かを見落とすっていうことをやってしまうんですよね でも実は見落としがちなところにほどそのものの本質っていうのは隠れていて愛されたいって思う人ほど本当に愛されるために大事なものって見落としてしまうものなんですね。なぜなら本当に大事なものほど自分の身近にあって人は身近にあるものほどそのものの大切さっていうものを忘れてしまうからなんです。 だから昔から会社の社長は社長室にお客様は神様だとかね従業員に感謝とかねそういう当たり前のことを言葉にして壁に貼り付けたりしていたわけですよ身近にあるものほど当たり前に存在しているものほどぼやけて見えなくなってしまうからですね 今回の内容もそういう多くの人が見落としてしまうものについての内容でこれを忘れてしまうと絶対に人間関係の問題が起こってしまったりだとかなぜか人といい感じの関係性にならないとかなんだか深く関わっていけないっていうことになってきたりするんですねなのでぜひ今回の動画を最後まで見て一番大事にしなければならないことって何なのかっていうことを思い出していただけたらなと思いますまず人はどんな時に人間関係を崩壊させていくのか 関係性を悪化させてしまうのかという点について考えていきましょう人間関係が悪化していく理由それは目の前の人のことをかけがえのない存在だということを忘れてしまったときなんですね例えば結婚なんかはそれに当てはまりやすいんですよ結婚って初めはこの人と幸せになるぞとか一生大事にするぞみたいな感じで相手を尊重して一緒に進んでいこうって決心しますよね でも、月日が経つごとに、だんだん相手のことを尊重しなくなり、いつの間にか自分の私物であるかのように扱い始めてしまったりします。どうしてこうしてくれないのとか、なんでこんなこともやってくれないのみたいな感じですよね。当然、どちらか一方が悪いとか、そういったことを言いたいわけではなくて、両方にそれぞれの問題っていうのはあるわけなんですけど、このような自分の利益であったり、権利っていうものを主張し合い始めた関係っていうのは、 お互いいいいいが相手のこことととを尊重しててる関係にはなななっかうんですねだからといって喧嘩しなないいいのがでではないです心の中でゴミを貯めて外側だけは仲良く取り繕ってるみたいな関係は見た目は綺麗だったとしても中身はずたぼろなので意見を出し合ってお互いに話し合ってっていうことをして互いの意見であったりとかね考えを尊重し合う時間っていうものが人づっけの中では非常に大事になるんですよ。 こんな感じでね相手のことであったりとかその相手と自分の関係性そのものを大事に扱っていくっていうのが大事で表面的に綺麗な関係性を築けているとか自分の権利を主張しまくっているみたいなことが大事なのではなくてしっかりとお互いの関係性そのものを大事にしていこうっていう意識を持てているっていうことが大事なんだよってことですね。 自分の権利を押し通そうとして文句を言い続けたりとか逆に何も言わずにゴミを貯めたりとかっていうのをするんじゃなくてしっっかり2人の関係性をを大大事事に扱う意識を持つことが大事だよってこととがだよてです目の前の人をかけがえのない存在だと認知してその人と自分の関係性そのものをかけがえのない縁なんだっていうふうに捉えていくこの意識を持つことが円滑で深い関係性を作る根っこ部分になってくるわけですね。こういう 1>, 1対1の関係をしっかりと深く作っていけるっていうのがすごく大事で多くの場合人を集めたいとか人とたくさん仲良くなりたいっていう思う人のほとんどがいろんな人と仲がいい自分っていうのを目指してしまうんですよねっていうかそうなれななれいいい自分は人付き合いが下手んんだみたたちゃったりするんでするでよ僕も結構昔はそうだったんですけど例えば会社に入ったばっかりの時って 全然話せる人も仲がいい上司とかもいなくて早く打ち解けたいなみたいに思ってたんですよねでもみんなそれぞれ上司たちが仲良くて自分になかなかねその輪に入る隙がないように思えてたんですよねだからすごく焦ってましたでもある日一人の先輩と話している中ですごくその先輩と仲良くなって普段からね話せるようにもなってきてその先輩との関係性っていうのを機に一気にいろんな先輩と話せるようになっていったんですね なぜこんなことが起こったのかっていうと一人の先輩とのコアな関係性を作ったからなんですよ人間関係も仕事もすべてのことに共通することなんですけどまずは雛な形を作るっていうことがすごく大事なんですね目の前の一つのことを徹底して丁寧にできる限りの誠意を持って作り上げていくこれをするからそこからブワーッと言い流れが生まれていくわけなんです 僕も自分で情報発信の仕事を始めた時って初めは全然見てくれる人もお客さんもいなかったんですねだから当時何をしていたのかっていうととにかくメルマガにに登録ししてててくれた人とと徹底的に話すすっていうことをしてたんですよその人が最高の未来をつくっていけるような状況をイメージしてその人のことを本気で考えてアドバイスをしたり僕が伝えられる全てのことを話し続けていたんですね そうやって一人と全力で関係性っていうのを作っていくと自然と人がたくさん集まってきていつの間にかコミュニティの規模が数千人とかになっていたんですよ。このようにととにかくくまずは徹底ししててて一つのの関係をを築き上げるっいいうことを意識していくのが大事なんですよ誰からも愛される人っていうのはこういうふうに目の前の一人と丁寧に誠実に一期一会の精神を持って接することができる人です。 雑に扱うのではなく、あなたに会えてよかったっていうぐらいにしっかりと向き合って、温かい空気で包み込める人なんですね。そうやって、一人との関係を大事にできる人だからこそ、それが関係を良くしていく種となって、そこに人がどんどん集まっていくっていうことなんですね。なので、愛される存在への道っていうのは、みんなから好かれることではなく、目の前のたった一人の人間と誠実に丁寧に向き合っていくこと、ここからなんですね。 この人は上司だかから丁寧に接しようとかそういったことではなくて誰に対しても目の前の一人その一人と話すその一人と接するのであればその人に全力で一期一会でこのあと一生この人に会わなかったとしても自分はあの人と最高の関係を作ったよ最高の時間を過ごしたよって思えるような接し方を一人一人としていけたらいいよねと。 それができる人ほどそれがフラットにできるようになってくるとどんどんね人との関係性っていうのはくなってくるしいろんな人からも愛される方になっていくよねっていうことなんですねちなみにこのような意識を大事にするためには必ず相手を理解するっていうことができないといけないわけなんですよだって相手のことを何も知らないのに相手と向き合ったり相手におもてなしをすることってできないからですねでもなかなか相手のことを理解するって難しいって感じる人も多いと思います ただ、こういう相手の心がわからないっていう人は、実は人の心理パターンっていうのを理解できていない人なんですよ。逆に言えば、相手の心理パターンさえしっかり把握できていれば、ある程度気持ちや心理状態って読めるようになってくるんですね。そういう相手のことを知って、そこに最高のデリバリーができるようになるための知識の部分は、僕の LINE コラムの方で詳しく解説させていただいてます。動画説明欄からすぐに参加して読めるようになっていますので、ぜひ参加して読んでみてください。 ということで今回の動画では誰からも愛される人ほどこの些細な部分を大事にするというテーマで解説させていただきました誰からも愛される人は一気に誰からも愛されるような状態を目指しているわけでも自分の良さを必死にアピールしようとしているわけでもなくてまずはたった一人目の前の人との関係性を何よりも大事にできるとなんだよそういうひな形を作っているとなんだよっていう話でしたね だから、人と関わるときは、目の前の一人を一期一会の精神でおもてなしする気持ちを持つっていうことをやっていけたらなと思います。この意識があるだけで、絶対に今よりも相手と関係性っていうのは良、えー、くなっていくし、丁寧に接するようになるし、自分のコミュニケーションの取り方が気持ちのいいものに変化していくはずなので、ぜひやっていってください。 ということで今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなと思うんですけどこのチャンネルでは自然体で愛されるる人人にななってていいいくためのの知識ををを心理やパターンを分析すすととうことをししがら解説しています僕の理想は自然体で周りから愛されながらもただ愛されるだけではなくて自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり心を軽くしてあげられたりっていうことができるようになっていく状態を目指しています。 自分と自分の周りの人たちの笑顔をどんどんね作っていくような人を増やしていって世の中から無駄な批判であったりとか暴言とかそういうものに傷ついていってしまう人を減らしていくっていうのが目標です。 そういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したとか一緒に進んでいきたいなっていうふうに思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思いますではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の動画でお会いしましょうセイラでしたありがとうございました